レディオコンサドーレ。この番組は株式会社 MD システムの提供でお送りします。会社の不要になったパソコン、データも入ってるし、どうしたらいいかな。引き取ってくれて、データもきちんと消してくれる安心安全なサービスがあるの知ってる？え、それは便利。家にあるパソコンもお願いしたいな。もちろん OK。 詳しくはおまかせくん、引き取りくんで検索してね。株式会社 MD システムは北海道コンサドーレ札幌のクラブパートナーです。北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組、レディオコンサドーレ、略してレディコンのお時間です。こんにちは、三角山放送局山形翼です。この番組は毎回北海道コンサドーレ札幌の選手に出演いただき、サポーターの皆さんからいただいた質問メッセージに答えてもらう番組です。それでは早速今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。こんにちは、北海道コンサドーレ札幌背番号44番、小野伸二です。小野選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小野選手には2019年に一度この、ね、スタジオで番組に出ていただいたことがあるので、はい、丸3年ぶりにですね。はい、なります。だいぶお久しぶりですので、お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。実はね、これ裏話をすると、小野選手取材連チャンで引き続き、はい、大丈夫です、ね、テレビからの次はラジオとかね、大変お忙しい中でありがとうございます。ありがとうございます。今日は小野選手にですね、さまざまサポーターの皆さんからいろいろとメッセージ届いているので、はい、ご紹介していきながら進めていきたいと思います。まずはラジオネーム、ゆみさんから。ゆみさん、はい、しんじさんがゲストで出演されることを知り、嬉しくなってメールしました。以前に我が家の近くのコンビニ西野一条店でお見かけしたことがあります。なるほど、はい、もう超ご近所ですね、はい、クラブハウスのすぐ近くですが、はい、わ、小野さんだわと自転車で来られていた小野さんにびっくりしましたという、まずは遭遇エピソード。まれですね、自転車で通っている回数ってそんなに多くないので、はい、そこで出会うっていうのはちょっとミラクルです、ね、これレアケース、レアケースですね。ちなみにどのぐらいの頻度で自転車乗るんですか？どうですかね、もうあったかい時しかやっぱ乗ってなかったですし、はい、本当に気まぐれだったんで、はい、1年通してどうだろう、練習場には5回とかそれぐらいしか来てないんじゃないかな、その中の1回を出会ってるっていうのはすごいですね。これはユミさん一生忘れずに大切に記憶に残しておきましょう。結構ね、身近にも小野伸二選手がいるっていうだけでも驚きですけど、いやいやいや、自転車の小野選手はレアということですね。そうですね、はいはい、先日テレビで的当てゲームのパーフェクト達成を見て感動しました。すごいですという、あ、これまた、タイムリーな話題いただきましたけど、そうですね、まあ、あれはちょっとね、1回目に、うん、ちょっと疑惑のポイントが9番の、ね、フレームが外れず、はい、っていう中で2回目をチャレンジさせてもらったっていうね、はい、ちょっとどうなんだろう、これはパーフェクトとして扱ってはもらえないだろうけれども、まあ、でも、ね、そういう2回目のチャンスで、20枚抜けたっていうのはすごい自分の中でも良かったなと思います。あれ20枚の、ね、動く的にもうキックでボールを当てるっていうものすごいチャレンジを、あれ、ね、いろいろこう改良されてあの形になったんですよね。大久保嘉人、はい、が監修して、なんかプロデュースでね、はい、そうですね、やったみたいですけど、はい、まあ、簡単でしたね、はい、簡単と言えるのはもう日本にただ一人です。いやいやいや、本当にあれはもうクラブのね、選手の仲間もなんか、ね、見てね、大歓喜してましたね、はい、でも終わった後ぐらいに心臓からすぐ LINE で電話、ポロキ選手から、はい、はい、で、新さん2回目だからダメっすよと言われて何の話してんのかなって、はい、僕ちょっとご飯食べてたんで、はい、見てなかったんですよ自分の。ああ、そっかそっかそっか、収録してからだいぶね、はい、空いてるから、で何の話をしてんだ2回目だからダメっすよみたいなこと、はい、俺なんかしたっけとかでも思いながら話してたら、はい、そのよく聞いた、それ見ててくれたみたいで、なるほど、すごい小木選手からそうなんですよ、そういう電話も来たりとかで、いやもう反響が大きい、反響大きいですね、はい、もう身内も大興奮っていう、はい、嬉しい限りです。もうあれは楽しませてもらいました。また引き続きちょっとファンタジスタ見せてください。頑張ります、よろしくお願いします、はい、さあ、そして、コンサドーレでは球拾いまでされて、ますます小野、選手のファン度が上昇したというユミさん、コンサドーレの6年連続 J1 残留も嬉しいですということで、
改めてですけど、小野選手の札幌の好きなところ、はい、どんなところでしょうかという質問を由美さんからいただいてました。どんなとこなんですかね。なんか何ですかね、こんなに自然と自分が、はい、あの同じとこに長くいられるっていうことがまず、うんうん、本当にそれだけすごい。なんか僕って2年3年するとこういろんなとこに、はい、まあ、行きたいというよりいろんなとこをこう盛り上げたいっていうその気持ちが強いので、ただそういうものが高校までね長く札幌さんにお世話になってるっていう部分で言えば、はい、びっくりしてますけど、いや本当にもうクラブね、もともと2014年に加入されて19年まで在籍して一旦離れて再び、そうなんですよ、昨年戻られた時に元旦にね、はい、小野伸二選手が、戻ってきますっていうリリースがクラブから出た時はもうあんな新年嬉しかったことないかもしれないないや本当でも、ね、ぐらい一回出て戻ってくるっていう部分で、はい、皆さんがどう感じるかなっていうのはすごく思ってましたけど、非常にみんな喜んでくれてたので、いや本当そうですね、はい、嬉しかったです。はい、改めてじゃあ札幌は居心地がいいということで。そうですね、いいですかね。でもどの選手もやっぱ県外道外から来た人たちってみんななんかそうやって言いますよ、はい、あそうですか、はい、居心地がいいっていうことはもう真っ先に言いますもんね。いや嬉しいな、まあ、ただでもそれに甘えちゃいけないですけどね、居心地がいいってことに甘えないで、僕たちはこのね北海道を盛り上げるためにもっともっとね頑張っていかなきゃっていうふうに思ってます。ではじゃあその北海道の魅力を感じつつ、はい、そこから目指す先 ね、 そうですね、まだまだありますからね、はい、まあ、そこに向けてというお話もねまた後々出てきますので、はいはい、改めてお話できればと思います、はい、まずはラジオネームユミさんから、寒い季節になります、お体くれぐれもご自愛くださいませとご提案いただいておりました。じゃあまた、来年の春以降で自転車に乗る小野伸二選手に遭遇できたらもう最強運の持ち主ということですね。そうですね、また、はい、来年はもう少し多く自転車乗って練習場に来たいなというふうに思ってます。ちなみにこれご自宅から乗るんですか。はい、自宅から乗ってます。すごいな、結構、まあ、そうですね、30分ぐらいは漕いでるかなというふうに思います。宮の沢から、ね、西乗ったら帰りなんか上りじゃないですかね。ちょっと帰りはね、山の手、あ、はいはい、ちょっとあそこ帰り下りになってくんで、もう超ローカルトークを小野伸二選手としてますけど、はい、山の手のね、はいはい、行きは5号線の、はい、あ、大きい通り、はい、大きい通り来て帰りはそっち側に行くとすごく、はい、なるほど、はい、そうですね、楽な道ですけどすごい西区を熟知されている当然です、素晴らしいというナイスメッセージ由美さんいただきました、ありがとうございます。さあ続いては神奈川県からラジオネームてっこさん、真嗣さん、翼さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが質問です。相変わらず小野伸二が自分の大好きなコンサドーレにいると思うと嬉しくてたまらないのですが、どうしてこんなにコンサドーレを好きでいてくれるんですか。やっぱ本当にクラブとして、うん、まあ、チームとして、まあ、そういう北海道という、場所として、はい、全てが自分に合ってるなっていう、なるほど、気がしてます、はい、2019年にお話を伺った時に、はい、かつて自分が加入した時と比べるとやっぱり戦う舞台も変わって、うんうん、で選手たちのこうスキルもどんどんこう、はい、上がっていって、なんかその元々あったところからさらに良くなっていってるっていうお話をされてたのがすごい印象に残ってるんですけど、一、はい、回、まあ、沖縄の、ね、クラブに行かれてまた戻ってきて、はい、そこから小野選手が変わったなって思うところって何かありますか。どうですかね、まあ、選手自体はそこまで、ね、多く変わってはないのかなってい う、ね、まあ、若い猫たちが、はい、非常にこう選手層を上げてくれてるっていうのはすごく感じましたけど、帰ってきてから、ね、大学大卒の選手たちが、ね、はい、本当にすごく頼もしく見えましたし、はい、まあ、そういうところはすごく変わったかなっていうふうに思いましたけど、まあ、それ以外にしてみればみんなが、ね、本当にこう生き生きしてるなっていうのはすごく感じましたよね。あ、うん、やっぱり選手の雰囲気とかもいいですか。良くなりましたね、どんどん良くなってますね。これはもうじゃあこれからもっともっと良くなる、まあ、よくしていきたいですよね。そうですね、
いやぜひ本当にこのねコンサドーレの雰囲気っていうのは、まあ、サポーターにね、うん、すごく伝わってきてるんで、はい、それは嬉しいですね。ぜひねこれからもいいチームでいてほしいなという思いもありますが、はい、いつかお会いしてみたいのでずっといてくださいというこれテッコさん神奈川県からメッセージいただいてるのでおそらく在住の、ね、方ですから。なるほど。そっか、札幌にいる小野伸二選手にまだ会ってないと。会えてないってことですね。会ってくれますか。ぜひ、来ていただければ。そうですね、今はちょっとね練習場ファンサービスがちょっとできてない状況ですけれども、はい、まあ、少しずつ緩和して、そうですね、ね、そういうものもできるようになっていく日が来るんじゃないかなと思うので、待ってます、はい、楽しみにしててください。じゃあ来シーズンはねぜひ札幌で小野伸二選手にねお会いできることを期待しております、はい、お願いします。はい、ラジオネームてっこさんからいただきました。さあ続いては、さらにねローカルトークになりますけど、こちらラジオネームサリ44さんからいただきました、はあ、小野選手こんにちは。こんにちは。今日は小野選手にスープカレーについて聞きたいことがあります、はいはいはい、小野選手は辛さ8番でこれね、はあ、お店の名前も書いてるんですけど、サマですね、サマさんです、はい、辛さ8が一番好きと、はあ、今8って聞いて分かったんですか。あ、分かりますよサリーさんから、はい、そのサマのカレーについて最初何番食べたのか、はは、辛さ8はどのくらい辛いのか、で小野選手のおすすめメニューを教えてくださいっていう3つ。なんですかね、最初河合隆二さんに連れてってもらって、はい、はいはいはい、でそこで初めてスープカレーを知り、おあの時は何番食べたんですかね。ちょっと僕もその当時何番食べたかちょっと覚えてなくて、はい、でそこから結構行くようになったんですよ。なるほど。でリュウジさんと二人で辛さ調整みたいなのをして、はい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 、辛さ12だか13ぐらいまで一回試して、はい、まあまあそこら辺になると 辛かったんですけど、はい、でもまあ食べれないことないねってなったんですけど、8ぐらいがちょうど美味しく、また辛さも小野選手の中の一番ちょうどいい、そうですね、辛さも感じつつ美味しさも感じつつ、はい、がサマの8番。8番でしたね。一回上まで行ったの、はい、はいはい、わかりますわかります。超ローカルと一応なんかいろいろ試してみて結果、はい、だからリュウジさんも多分辛さ 8とかだと思う。あ、大体じゃあそれぐらいが、はい、ベースなんですね、はい、でスープがねココナッツスープにしてるんですよ。ほう、まあそこいろいろトマトとかエビとかね、はい、選べるんだ。あるんですけど、はい、僕はココナッツスープにして。なるほど。でそうですね、チキン鶏好きなんで、はい、まあ、チキンカリーみたいな感じで頼んで、はい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 、でスープをココナッツにして、ね、辛さは8番で、そこにうずら、僕うずらの卵は一番好きなんですよ本当に。この世で今ね愛情すごいこもってた一番好き、うずらの卵をそこにトッピングさせてもらい、はいはいはい、うずら普通に頼むと多分2個入ってくるんですけど、はい、プラス4個ぐらい食べて、これオプションで、オプションで、であとあと軟骨、軟骨、はい、軟骨、それをダブルでトッピングですねこれが僕の定番メニューです。小野選手止まんないですね。止まんないですね。いやもう今食べたくなってきましたサマのチキンスープカレーのココナッツスープ、辛さ8番でうずらの卵と、軟骨と、軟骨ね、はい、うずらの卵いくつ はあのトッピングで多分それ4つっていうのは多分、はい、トッピングのあれだと思うんですけど、あ、もうじゃあ頼んだら4つ、はい、多分4つ、はい、多分そうだと思います。がオノスペシャル、はい、僕はそれが毎回それです、はい、皆さん今メモ取ってくださいサリーさんありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますとね、サリーさんからもいただいてたんで、ぜひじゃあまず試してみてください、はい、これじゃあ辛さはあれですね、ちょっと自分の中のちょうどいいところを試してみてですね、はい、以前にサリーさんが行った時に近くのお客さんが6番頼んだら、ね、かなり辛いって言ってたそうです。まあ、もう8でももうちょっともう卒業していいかなっていうぐらい思ってるぐらいなんで、はい、じゃあステップアップをか、まあ、してもいいかなっていう、ね、っていう気持ち、はい、小野選手はね、はい、まずじゃあ皆さんは少しずつ試してちょっとずつね、そうそうそう、段階踏んで一旦、はい、ちょっとずついきましょう、はい、そうしましょう、はい、というめちゃくちゃローカルな話題いきましたねあそこだって思える多分サポーターのリスナーさんいっぱいいると思いますけど、嬉しいですね、はい、小野選手とね札幌の店の話してますからね。さあ続いて、ラジオネームは赤黒企業さんいただきました、はい、
以前小野選手がラジオ出演された際、はい、これ2019年の話ですね、はいはい、小野選手のユニフォームをたくさん持っていると投稿させていただきました、はあ、赤黒の企業と申します、はあ、あの後宮の沢で我が家に飾ってあるユニフォームの写真を実際に小野選手にもね、はあ見せたそうなんですけども、はいはい、小野選手あの赤黒企業さんってこれサポーターの中ではすごい有名なんですけど、はい、あの部屋一角をすごいですね、あの壁とかじゃなくてもう天井とかにもめちゃめちゃすごいめちゃめちゃ張ってる人なんですよ、うん、はい、覚えてます？わかります、はい、でそんな赤黒企業さん、あのあと小野選手が沖縄に移籍してしまって悲しかったんですが、はい、再び札幌に戻ってきてくれてめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですね、はい、その後も小野選手のユニフォームを買い集め小野選手現在何枚だと思いますか？いや小野選手の歴代のユニフォーム、いや待って、だってどだからだってそれで毎年毎年また購入してくれるわけですね。そういうことです。だから更新されてるんですけど、やばいですね。2022シーズン現時点で、まあ、在籍のクラブでしょ。でそれから小野選手も手で数えてますからね。ちょっと僕も調べないとあれだな。小野選手が今ね追ってますから。で9で6、はい、いやどれぐらいいくんだろうそれ で、しかもホームアンドアウェイとかもありますから ね、相当な枚数半端ないと思いますよですね、はい、でもざっくりいや50は超える、そうですよね、全部、まあ、多分代表とかも入れたらそうなりますね、入れたらそうなりますよね、はい、で今集め続けて現時点で38枚、あそれぐらいいっちゃうんだやっぱり。まだだからでもそれでもだってそう38枚も持っていただけるこの凄さってだって1枚の値段ってやばいですよいやご存知ですか、大体もう自分たちで分かってるんで相場結構びっくりしますもん、びっくりしちゃうんですよね、はい、そんな中赤黒企業さんは小野伸二と入ったユニフォームを38枚、すごいな、現時点で集めてると。でまあそんな枚数なんでユニフォームコレクション部屋もあれから進化しまして、今ではあの小野伸二博物館のようになっているということですので、これからも小野選手のプレーを楽しみにしています、そしてこれからも小野選手のユニフォームを買い続けますといただきました。ありがとうございます。小野選手ってこれユニフォームはご自身ではなんかコレクションされたりするんですか？僕全然自分のユニフォーム持ってないんですよね。え、そうなんですか？大体もう、うん、こうもらっていただける方に、はい、ね、喜んでください。譲って、はい、に全てプレゼントします。そっか、じゃあもう歴代のユニフォームはあんまりないですね。あるものも多分あると思うんですけど、はい、あんまり自分としてもそこに大事さを感じてないんで。うん、なるほど。じゃあ代わりに赤黒キヨさんたくさんね、はい、そうやって喜んでくれる人が持っててくれたら僕的にも嬉しいですし、いや愛はもう間違いなく赤黒キヨさんになりますね。いや嬉しいです、ね、です引き続きじゃあ小野伸二オーレでいきましょう、はい、赤黒キヨさんお願いします。メッセージありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでまずね1本目、いいお時間になってまいりましたので、はい、では引き続き来週も小野選手には番組に登場いただきますので、はい、まず一旦ここで、はい、次回の放送に向けて一言リスナーさんに向けてお願いします、はい、今シーズン本当に応援ありがとうございました、たくさんの皆さんの応援のおかげで残留が決定し、来シーズンも J1 戦えることになりました、来週も楽しいお話を皆さんにお届けしますのでぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回のレディオコンソドーレ北海道コンソドーレ札幌背番号44番小野伸二選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。会社の不要になったパソコン、データも入ってるしどうしたらいいかな。引き取ってくれてデータもきちんと消してくれる安心安全なサービスがあるの知ってる？え、それは便利。家にあるパソコンもお願いしたいな。もちろん OK。 詳しくはおまかせくん引き取りくんで検索してね。株式会社 MD システムは北海道コンサドーレ札幌のクラブパートナーです。この番組は株式会社 MD システムの提供でお送りしました。